ミルワカ休み時間ラジオマーでございます。ノーでーす。いろんなニュースが入ってきてますけどもね、休み時間喋りましょう。J リーグもいろんなもう新加入とか、いろいろ。そうね。話題が動いたりしてますけれどもね。やっぱりちょっとやっぱ連日ね、先生。海外の方から嬉しいニュースが届きますよね。いや、南野くん。決めた、見てた、ダゾーン、ちょうど見てた。ねえ。すごいね。FA カップ4回戦ですか？そうですね。カーディフ相手に。いや、すごいよ。やっぱあの、前線のプレスが効いてんだね。たまらず中に入れちゃったところをね、まあ、バックパスミスみたいなところに、でも、すごい距離走り込んで、スライディングでね。なんかでも、なんか南野感、ちょっとあるようなね。やってますね。いやこれで何ですか、今シーズン7点目って言ってましたけどね。やばくないですか、含めて。うん、いやだからリバプールの選手ですよ、もうね、改めてすごいですね。すごいね。で、しかもね、出場時間がほら、はいはいはい、めちゃくちゃあるってわけではないから。いや、そうですね。その中で結果出してるってのは。嬉しいですよ。ねえ。ですよね。いましたね。セルティックも同時刻やってましたけども、ちょうど南野がそれで得点入れて、うん、70分ぐらい交代したんですよ。あ、南野下がっちゃうんかいって言ったら、スコットランドでその頃、一方、うん、ね、前田大然、リオ旗手がね、スタメンで出てたわけですよ。うん、出てたわね。いきなりリオ旗手がアシスト決めちゃってね、まあ今日の動画でも喋ってくれてますけどもね、血を這うような、いいナイスのクロスですね。そしたら大然が後半にですか、走り込んで非常に大然らしいスピードを生かして、最後は泥臭い感じでね。ねえ、スバループ消えましたけど。いいじゃないですか。よかったね。拍手、拍手よ。本当そうですよ。みんな頑張ってるわ、みたいなところが。ねえ、ベテランも、元日本代表ミッドフィルダー、橋本英夫選手。そうね。サイリング一部、おこしやす京都に加入ということで。選手兼ヘッドコーチなんだ。ヘッドコーチを兼任すんの？そうだ。すげえ。ああ、じゃあ経験をね。すごいな。あれですもんね、はやぶさイレブンは永井雄一郎さんがもう選手兼監督ですもんね。あ、そうですもんね。交代お礼ができるわけですよね。いやー、なんか楽しみにしてくださいっていうね、コメントも残してらっしゃいましたし、いろんな話題出てきてますよ。甲府のシーズンのキャプテンは新井良平選手。ね、うん、うん。そして仙台が今シーズンのキャプテン、キャプテン発表っていうニュースも出てますけども。リャンさん、ね。リャンさんですか。はい。まあそうでしょうね。まあでしょうよ。他にそりゃそうだよ。おらんよね。まあ若手に期待みたいな意味でそういう指定はあるにしろ。でもやっぱ J2 からね、うん、J1 にこう戻すぞっていうところで考えたら。そうですね。やっぱ上に立ってもらわないよね。意見大事よね。象徴的な人って、ね。大事。象徴が大事だよ、かなり。やべっち、ごめんなさい。やべっちスタジアム昨日見ててさ、デジットも面白かったですけど、奥部選手のね、すごいヘディング、うん、あの、マジョルカ1戦目行った時、あの時22歳だって言われて、あ、そんなだった若かったんだと思って。そうね。そんな変わんないじゃん、竹久保と。そんな変わんないっすね。それ考えたらね。うん、ないや、そうかと思って、やっぱすごい選手ですね、と思っちゃいますよね。間違いないですね。そこまでのね、あれは違うにしろさ、うん、ね、面白いなと思っちゃいました。いやー、ね、鹿島は宇野昌磨選手がね、宇野昌磨選手じゃない、なんだっけ。宇野昌磨選手なんだっけ。誰だ、鹿島。鹿島のキャプテンに、8番ですよ。なあ、もうおじさん。あ、土井昌磨。土井昌磨さん、宇野昌磨さんはスケートですね。ちょっと、冬のオリンピック頭に入ってきちゃってるのかな。土井昌磨さんがね、うん、キャプテンということでございますけれども。そうですね。一番若いんですってね、鹿島が。平均年齢、J1 で。そうなんですよ。24. 何歳ね。そうなのよ。鹿島結構ベテランのイメージが一時ありましたけども。そう、だから去年、ね、ってか本当ね、コロナ禍になってからが一気にやっぱりあの若返って、あの、特にだから、沖くんが、ゴールキーパーになってあたりからが。そうか、ソガさんがね、ソガさんがぐっと引き上げてたところはあったけど。そう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 、ね。今ゴールキーパーコーチでね、バリカンを持ち歩いてるらしいですよ、うん、キャンプ。ね。そうそう。すごいな。で、あの、韓国のディフェンダーいらっしゃるでしょ。キムミンテさん、あの方の髪型はそれで変わったっていう話をしてました。へえ、話もこぼれてきてましたよ。なるほどね。だから鹿島なんて今年やっぱ熟成して2年後3年後ぐらいはすごい楽しみですね。もちろん今年も強いでしょうけど。まあ一気にね、鹿島としてもね、もう川崎御用を狙っていかない。ただ抜けちゃいますからね、活躍しすぎてね、それが続いてますからね。そうなんだよね。でもどうやらなんですけど。
ひろき、安倍戻ってきそうですからね。あ、そっか、それは嬉しいですね。そうか、そうか、そうか。そんなね、ひろき、安倍って今名前を出しましたけど。バルセロナがなんか、息を吹き返してきてますね。あ、そうだ、そうだ、そうだ。昨日それ同じ時間にやってたわ。バルサ対アトレチコね。トラオレいるよと思って。いや、もうチーム変わったわと思いながら。本当そうですね。アトレチコに対して結構大差で勝ってましたよね。4-2 だったっけ？いや、最終スコアは。これは久々にバルササポーター歓喜じゃない？いやー、なんかこうスカッとする感じはあったでしょうね。そうですよね。間違いなくね。大きな流れがここで変わっていくんじゃないかなと。ね。ねえ、なんか。バルサにいたんでしょ、トラオレって。あ、昔ね。ね、でもなんだろう、ね、あの似合わなさね。わかんないけど、やっぱバルサっていうとね、なんか技師のイメージあるから、なんか急に胸板とんでもない人が入ってるからね。あの、背負い投げされる方がちょっと似合ってるかもしれないっていう、ね。背負い投げされる方、どういうことですか？背負い投げでギャーンってこれで技一本の方がなんかね、似合う。感はね、もちろんありますけども。ありましたけど。その辺もちょっと面白いですよね。あとね、ちょっと日本の話題で言うと、そういえば気になるのは、はい。はいはいはい。あの、浦和レッズさん。浦和レッズ、はい。あの、もう一人取るんですね。はい。あのフォワード、あ、もう結構いらっしゃいませんね、あのほら、はい、結局今取ってるけど今来れてないのモーベルグさんっていらっしゃる。ああ、そっか、これあ、はいはいはい、もういるんだけど、うんうん、もう一人取ると思って、うんうん、オーストリアの、ゴイギンガーさん、ごっつそうですね。そうなんですよね、あのまあそのモーベルグさんと同じようなウインガーが主体なんだけど、セカンドトップもはできなくはないよっていう、そんな選手で今オーストリアのラスクリンツというチームにいるんですが、来れるんですか？それモーベルさん来れないから、ウインガーさんって言われてもどっちも来れなかったらね。いや、そうなんですよ。でもその一方で、あのほら名古屋のさ、彼は来たって言ったよ、キーパーのランゲラックさんは。そうで、一応ランゲラックさんはね、うん、あの新規入国じゃないからってのがあるんですけど、そういうのがあるの。そう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 、あ、なんか新規入国組は正直まだ国のね対応策としてもまだ時間かかりそうなので、そっか、だから ACL とか待つ感じなのかなって、そこに間に合えばいいっていう考えなのかなと。なマネジメントのね難しさを今要求されてるんですね、各チームね、これね。ね、てか夏でいいんじゃないですかって感じもしますけどね、夏に間に合えば。先を見てるわけですね。逆にね、あのそうやってやっていかないといつまで経ってもですもんね、それ言うたら。そうですね。お金あるんだね、だからね。あれ見たいですよ、ここは。どんだけ金使うんだっていう日も見えるけど、うん、どうやらなんか意外とそんなに高くもないんじゃないかって話もなくはないので。そうなんですか。そう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 、まあだから浦和のね、まだまだそのそういう補強戦略、うん、まだまだ続いてるところもありますから。なるほどね。ちょっと楽しみですね。なるほどね。移籍といえばエンバッペがね、エンバッペですか、はい、レアルに行くんでしょ、ほぼほぼ。あ、そうなんですか。違うの。いや、その情報が発表報道もっていうのが 2,3 日出てますよ、これ。そうなんだ。まあ現行契約がパリ・サンジェルマンの今期限りで終了となると。あ、そうなんだ。まあレアリューぐらいでしょ、取れるのはみたいな。まあぶっちゃけそうでしょうね。パリは契約延長を諦めたという報道が出ておりまして、ラーね、グロスで約64億円の年俸みたいなことが書いてましたけどね。まあ、じゃあまあ分かんないですよね、意外とこういうのね。じゃあもうあとね、パリ・サンジェルマンはもしやるとするならば、あと1個しか手はないですね。ジダン翔平。ああ、そうですか。それしか残ってないでしょ。ジダンを翔平すれば残れるってことですか。どうなりますかね、その辺もね。まあこの辺はもう分かんないですからね。もうね、あとあれですよ、ネーションズカップアフリカの。そうよ。ねえ、ちょっとそれ語ってくださいよ。ちょっと結果はね、マネタイ・サラーのね、決勝セネガル VS エジプトでしたけれども。なんかグッとくる瞬間もあったって聞きますよ。ああ、ね、はい、で、はい、0-0 でね、進んでいって。はい、これ何ダゾンで見れたの？いや、どうなんでしょう。見れなかったのかな、どうなのかな。どうなんだろう。そこまでは僕は分かんないですけど。ですよね。PK 戦になったんでしょ。PK 戦になりまして、はいはい、でセネガルもエジプトも1回に1人ずつ外したっていうところがあって、うんうんうん、でエジプト外しちゃったっていうのが、ね、4人目で起こって、うん、最後ねセネガル5人目のキッカーがサディオマネ。いやー、でそしてねサラは蹴ってないんでしょ、うん、そうなんですよ。多分もともと5人目とかだったのかな。あ、そういうことなんだ。うん、でマネが決めて、でセネガルが優勝と。
歓喜に沸くセネガルの横でサラーがなんとほろっと泣いたと、まあ、そこへ気づいた歓喜の輪から抜け出したマネが駆け寄って肩を抱いたと、あら、いうような報道がなされてましたけど、これは真偽はどうなんでしょうね。ね、なんか去年のね、コパアメリカでのメッシとネイマールみたいな感じがありますね。あ、そっか、そっか、やっぱそういういいシーンがありますわな。いいな、これ来年、来年次にアジアカップでソン・フンミンと南野匠でやってもらいたいな、そこ。いやー、いいね。とてもいい。いや、でも同時にこの2人はまた、ワールドカップ予選でまたあるらしいじゃないですか。マジ？プレーオフでこの2人は当たるっていう報道を僕ちらっと見ましたよ、それ。うわ、やば。先生が知らないんじゃ嘘かもしんない。いや俺見てないだけです、ただ俺予選知らないから一切、そうらしいんですよ、どうやら違かったらコメント欄で教えてください、そう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 、すごいよね、仲良くできるかねリバプールで。いや大丈夫、それは大丈夫だよ、切り替えはねロープで出すからね、そうですよ、そうなんだ、たまにほら分かるじゃないですか、なんかこいつが俺抱き寄せてんの、なんか俺に対するあれじゃなくて自分を良くするために今抱き寄せてたみたいな時あるじゃない、そう思う時で、この二人は違うもん ね、この二人は違うね、歴史とその一緒にね帰ってきた汗が違うわけだからね、そうだよね、いやなんか喜びの余剰で俺慰めてんじゃねえよオラって思う時あるじゃないですか、いやそうですね、いやどうなることやら、そんな思うの僕だけでした、負け犬根性そうですか、いやいやそんなね、他にもあとあれなんですよね、あのポルトガルでは、ここでまあ日本人対決が実はね、まあ、さ皆さんあったっ、ポルトガルで、そう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 、あのジルビセンテ対サンタクララっていう試合があったんですけど、バルサ戦あたりのところでね同時刻にやってたんですが、あのジルビセンテにはミッドフィルダーの藤本寛也選手、でサンタクララには、まあスタまあ、藤本選手スタメンで、サンタクララのスタメンにも、森田秀正選手がいて、でベンチに、田川選手がいてっていう状態で、なるほど、そうだからここでも日本人対決があったよって、だから結果2対2でサンタクララはレッドカード2枚っていう状態だったんです、あらまあらまあ、よくよくしのいだよって思いますよね、監督クラクラじゃん、いや、ね、本当そうだよね、 なっちゃったらね、プロですよ、ユーモア、ありがとうございますレッド2枚にね、あとねオンゴールなんですよね結局、あー本当は確かあったのかな踏んだり蹴ったり大変だったな、そんなこともありますかね、あとはクラブワールドカップ先生今やってんだよね、あーそうですね、アフリカ王者のアルアハリがですね、エジプトの、中北中米カリブ王者のモンテレーを下し、南米王者パルメイラスとの対戦が決まったということ、いやベスト4に入ったってことですか、すごいね、あとはチェルシーと、あとどこでしたかね、チェルシーとか南米、南米は王者ですよね、パルメイラスでしょ、あそっか、それとアルアハリが準決勝やることに決まった、チェルシーはね、アルヒラルだ、アジア王者、おお頑張れアルヒラルあれなんですよね、ボビス移籍しちゃったんですよね、あそうなんですか、あらトルコ行っちゃったってのは、あそうなの、今後どうすんだろうなってちょっと気になりますけど、ははチェルシーとやってるとこは見たかったね、そうですね、フロンターレかね、日本のチームがさ、いやそうだよ、あ盛り上がってたね今頃ね、ねえ、トヨタプレゼンツじゃないわけじゃん、もう日テレのやつ見ても、お、ね、サウジの代表の菅野くんがいる、えアルヒラルに、アルヒラルに、あのサウジアラビア代表のミッドフィルダー選手がいますね、菅野くん、はい、菅野っていう選手がいるんです、あカタカナで、あびっくりした、はい、なんか帰化したのかと思った、いや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 、あ違うの、へえ、モハメド菅野くん、あやっぱり代表をいっぱい出してんだね、やっぱそうですね、あ忙しいね、じゃあこの間ワールドカップ戦って、今度 ACL だからでもチェルシーとこれただね戦えますからね、そうだね、いい経験だよ、チェルシーは強いやね、ここでね戦って、いや出てほしい ね日本もね、来年こそはとただ言いたいけど、日程が大変だからどうしたもんかっていうのもあるし、まあ、そうだね、ちょっとなんかあれを感じんのよね、その ACL 出る、 ACL 滑り込む、 ACL 出るぞって言って、実際 ACL 何見てんだって話でクラブワールドカップ、いやそうなんすよね、なんかちょっとそれねあれですよね、まあでもダゾンで見れるようになってますからこれは、ね、そうですね、いやいやいや、そうですね、はい、ありがとうございました、まあ、またね、もう今週はまあさ、皆さんあれですよ、ついにあの週末は富士フイルム、いやそうで、もうだから始まりますよ、いろんなニュースがありますけども本当に楽しい ね、あと10日にあれでしょ、あの千葉銀、あそうですよ、
千葉銀カップから。ただ、千葉銀カップあるんだけど、うん、10日大雪なんでしょ、東京方面。あらま。だから、もしかしたら最悪中止あんのかなともちょっと思っちゃったり。いや、でも、ど根性でやっていただきたい。ねえ、どうなるか。あ、そう。うん、行く方いらっしゃるんでしょうか、その辺のねコメント欄でテンション今のねいろんな何を楽しみにしてますかというのを書いていただきたいと思います。よろしくお願いします。ということで、サバチャンネルですからこちらねチャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。明日もやってます。チャンネル登録並びに高評価ボタンで応援してくれると嬉しいです。ありがとうございます。お願いします。ということで、先生ありがとうございました。ありがとうございました。ヨーベンマーでした。ミルクサトボでした。それではまた明日、サブちゃんでした。